ったよかった。じゃじゃーん、ちびろくんジャズコンサートなんかしちゃってみたり。これ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 、トライアルやってる、トライアルやってる、トライアルやってる。遠藤選手のたこ焼き、じゃーん、ヤマハスタジアム、こうなってますね。え、30節わー、いっぱいある。何にしようかな。この辺からこっちまで来ました。おいしそう。すごい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 、綺麗綺麗、伝わる。もこもこに強くなってる気がします。試合が終了しました。台風が始まっちゃいました。1点入ったらさらにどん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 、熱い熱い試合をありがとうございました。イエイ、来ました、岩田来ましたよ。あ、映ってる、どうやって、岩田岩田岩田到着。改札を抜けるとジュビロ岩田、お邪魔します。すごいです、こんなのがありましたよ。岩田駅にモニュメント、2002年ワールドカップの足型、ここにしかないのかな。初めて見た。中田選手、あ、小野選手、扁平足の人はいないですね。みんなちゃんと土踏まずがギュンってなってる。すごーい。じゃじゃーん、来ました、ついに来ました、ヤマハスタジアム。残りあと1個になりました。ここ来たからね。メロンジュースだって、これ絶対買いましょう。来ました、岩田さん、ホームです。結構ホームじゃないアウェイの試合は結構見てるんですけど、岩田さんホームで観戦するのは初めてご風強い初めてございます。ということで早速グッズショップを見つけたので行ってきようと思います。パン、エルフラ発見、覚えましたよ。 ACL、 浦和の ACL の時にエルフラ覚えました。え、なにこれ、初めてセットだって。なんかアパレルが、アパレルっぽい。あ、これ見た、 X ガールとコラボしてるやつ。タオルをね、探しますよ名前そのまんまなの、ちびろくん、そのままなの。あ、今日ね、スタグルをいっぱいジュビロくんが紹介してくれてて、岩田さんのツイッターに載ってたんですけど、すごい一点一点分かりやすく紹介してくれてました、ジュビロくん。おかげで食べたいものいっぱいありました。こっち、ジュビーちゃん、女の子ね。あ、なんかいっぱい売ってる。置き枕ん、抱き枕。タオルはどこ。あ、タオル発見。珍しい、このグッズ可愛くないですか。これファンの方たちたまらんですね。ハッピーバースデーとかサインのポストカードとか、え、可愛い。あ、これあれ200試合のあれですね、金子選手。すごい、じゃん、タオルゲットしました。すごいシンプル、エンブレムがないぞ。ジャズコンサートなんかしちゃってみたり、おしゃれですね、BGM。 ヤマハといったら私はね、バイクなんですよ。 MotoGP 行くんですよ、今月。去年かなんかヤマハの MotoGP マシン優勝しましたよね。クアロタハロみたいな名前の人、クアルタハロ、合ってるかな、優勝してた気がしますよ、ヤマハさん。よくお見かけします、バイクレース。さて、スタグル行きますか。ここはスープ屋さん。え、待って、私、あ、コーンの台風、クリームスープじゃないのかな。私ね、好きな食べ物ランキング5位以内にコーンポタージュ入るんですよ。大好きなんです、ポタージュっていう名前のものが。これはでもコーンだけなのかな。アイスもあるね。
なんか今風な飲食物ですね。あ、いいですね。なんか味があるよ、ここは。お蕎麦屋さん。これ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 。ジュビロ君が紹介しててね、うなぎパイといえば静岡なんですか。へえ、お兄さんがこれおすすめしてくれたよ。ジュビロさん限定なんだって。普通はこれな、うなぎパイってスイーツになるんですね。トライアルやってる、トライアルやってる、トライアルやってる。私トライアル大好きなんですよ。毎年見に行ってた。宮崎選手だ。わぁ、あれトライアルって面白いんですよ。あそこ笑って大丈夫です。すごいね、軽量って、ね、軽くできてますので、面白いんですよ、本当に。山駆け上がるんですけど、やりやすいオートバイになってます。排気量は 250cc です。前輪を上げたり、後輪を上げたりして、走りたいと思います。栃木県にあるツインリンク茂木でトライアル世界選手権をやるんですよ、毎年。最近コロナでやってないんですけど、めちゃくちゃ面白い競技なんですよ。山の中とか泥とか建物とかをバンバン駆け上がってくるんですよ。でこれまた海外だと街の中に障害物作ってやったりするんですよ。めちゃめちゃ近くで見れるんで、すごい楽しいです。わ、この香りが懐かしい。氷体を上げて近づきたいと思います。ちょっとサッカー前にテンションが上がりました。ここナイスリアクション。遠藤選手のたこ焼き、これは買った方がいいですね。並んでみましょう。じゃーん、どっちにしたでしょうか。交互期待、うん、なるほど、静岡クラウンって聞いたことありますよね。有名なんだメロンが静岡はって思ったけどさ、シャインマスカットじゃない。ようこそセレス大阪の皆様って迎えてくれてますよ。すごい、ここのお店は原宿みたいです。わあ、唐揚げもあるよ。ヤマハスタジアム、こういう感じなんですね。なんかこうなってますね。すごい、こんなになってる。一番上のここから見える景色すごい良さそう。場外も見えそうですね。あ、一応こっち側だけ屋根があります。ちょっと空が台風模様になってきましたね。ではお席に着きます。すっごい風が強いです。座席も今日は第30節ついに30まで来ました。私ちょっと数えてみたんですよ。そしたら、あ、今季のね、何試合現地に行ったでしょうか。突然の問題。答えはですね、この試合で45試合目でした。すごい、現地45試合目です。本日すごくないですか。楽しいですね。残りもあと6戦くらいになってしまって、なんか終わりが見えてくると寂しいですね。あの J1ホームリーグ全部回りましょうって言って始まって、残り今日ここ来たのであと一つになりました。あと一つはどこでしょう。それは秘密です。数えたらバレちゃうか。そんで今日は岩田 vs セレッソ岩田戦。前回の北海道はちょっとあれでしたね。8月の浦和の 6-0 ぶりぐらいに4-0で負けちゃってたので、岩田さんちょっとあれですけど、その前の1試合前の岩田柏戦はすごく良かったですよね。柏さんに 2-2 ですよ。すごく良かったと思います。あの吉永選手 J1 初ゴール決めましたよね。今日はさっきスタメン出てましたけど、吉永選手先発でした。それから柏戦は後半入ってきたファビアン・ゴンザレス選手が2点目入れたんですけど、でも今日は出場停止なんですね。ファビアン・ゴンザレス選手入れたすごい起爆剤っていうんですか、あのいいので、ちょっと今日は出られなくて残念ですね。あ、杉本健雄選手出ますね。
浦和の期限付き移籍中のちょっと見るの楽しみです。で、岩田の監督、私先日見ましたよ。栃木で伊藤明監督見てきました。栃木戦ベガルダの方ですけどね、監督はすごく元気にやってらっしゃいます。その日は勝ってましたからね。監督交代で渋谷監督が入ってきて、渋谷監督は初見なんですけど、大宮の監督をやってらっしゃって5シーズンぶりに J1 の監督をやられる方みたいです。なんかすごくインタビューの時に緊張されてた感じでダゾーンとか見てたんですけど、なんか今までやってきたことは特に変えることはなく、前監督からね引き継いで、まずは目の前の試合を勝ちに丁寧に行きたいですって一生懸命語ってたのが印象的でした。もう岩田さんは今18位でね、ちょっと離されちゃってるので、今日は岩田さん応援しようかなって思います。はい、セレッソさんのことはまた後ほど、ちょっとねキッチンカーを見てまいります。さん、あった、ネモネさん探しました。バックスタンド裏側にありました。結構遠いですよ、こっちに来るのは。わー、いっぱいある。何にしようかな。すごい、フルーツサンドとフルーツジュースのお店もありますよ。しかも安い、東京の半分ぐらいで飲めます。わー、かわいい。静岡ってフルーツ特産物ですか。今ですね、アネモネさんを探すためにこの辺からこっちまで来ました。でも無事に見つかりましたよ。生き生きポークライス、なんか認定されてます。富士の国生き生きポーク、静岡県の認定銘柄なんだって。開かない。せーの、まーん、おいしそう。いただきます。すごいすごいすごい、手で巻いてる。初めて見た。岩田さんはみんなで協力して芝生にシャワー巻くパターンですね。すごい。これは加減がプロじゃないと難しいですね。おー、また新たなの見つけましたよ。まずはゴールキーパーさんたちが出てきました。清水選手とベンチは牧選手ですね。今さちょっと遠いけど、うん、ピンク、あ、こっちはコンか。ちょっとなんかあっちが一瞬セレッソかと思っちゃった。岩田の選手が出てきました。すごい、あのウォーミングアップ着、1-0で倒してますからね。だって浦和の方の浦和さんは3月ぶりぐらいから負けてないんですよ。それに勝ったんです。すごくないですか。今松田選手が、松田陸選手が統率を取ってアップが始まりました。すごい。前回の浦和戦の時も思ったんですけど、めちゃめちゃ気合い入ってますよね。怖いぐらい。前回はちょっとした浦和の隙をついてセレッソさんのリスタートがめちゃめちゃ速くて、亀田選手から加藤選手、加藤選手はこの間で100試合おめでとうございますの試合でシュートして、加藤選手前自分の誕生日の日もゴール決めてて持ってますね。こっちは
ベンチ組かな。で鈴木徳馬選手って栃木県出身なんですよ。今日知りました。同じ県民の方が活躍されてると嬉しいですね。この間は浦和戦本当になんていうんだろう、守備がもうガチガチに守備でもう決定機だって浦和前半1回しか作れてなかったですよね。あの知念選手の頭のやつ、もうどうやってボールを動かして崩してもついてきちゃうし、なんかかなりコンパクトでキュッと締められてましたよね。小木久監督すごいな。もう理香監督がずっと悩んじゃってましたもんね。今美味しそうすぎてちょっとかじっちゃったんですけど、ジュビロ限定のなんかわさびソースの唐揚げ、うまうま。あ、そう、一口食べたんでわかります。美味しかったです。今日はね、清武さん先発なんですよ。この間後半で出てきて、やっぱいいですよね。松田陸選手ももう走るし、急に飛び出してくるし、あの飛び出しすごく良い。あれ、今日加藤選手いないですね。あれかな、リフレッシュなんだっけ、リスタートなんだっけ、あれですね、リターン亀田選手ももう今年7ゴールしてますからね。今日はあれですね、船木選手の先発ですね。久しぶりに。おー、ピンクのライトと青のライトが綺麗ですね。わっ、すごい綺麗。やっぱこれ肉眼で見た方が綺麗なんだよな。綺麗、伝われ。ヤマハの風車も見えます。スターティングメンバー、あ、サイン書いてある。すごい、サイン書いてありますよ。なんかすごい光の演出すごいですよ。わー、いいな、涼しいし気持ちいい。第30節、すごい、私の目にピンクいライトが入ってる。あれですね、3日前くらい日本代表のメンバーが出てましたけど、瀬古選手は入ってましたね。瀬古選手も西尾選手もパリ世代なので、2人とも活躍をできるといいですね。岩田の選手は、健佑選手は、松田選手と今なんか会話してますね。あ、ジュビロの選手と今、あ、全然間違えた、小菊監督と松田選手とお話ししてます。セレッソのサポーターさんすごくたくさんいらっしゃってますよ。私の周りのこっちのベンチ側にもほとんどセレッソさんです。大阪からはるばるいらっしゃいませ。
しまして1対0でセレッソリードです。すごい、なんか結構セレッソって今季の前半の方によく私多分見に行ってたんですよね。なんかその時よりもこもこに強くなってる気がします。すごい、やっぱ松田選手と清武選手の足元がすごい、もう余裕な感じが、ボールさばきが余裕な感じがすごくあって、あともう随所随所で清武さんが結構ワンタッチで飛ばしてくれるんですよね、ボールを。だからその味方チームでさえそんな追いつけないよっていうようなすごいいいボールなんですけど、パスなんですけど、ちょっとギリギリのいい攻め方、届くか届かないかぐらいのところにワンタッチで攻めていくんで、あれ合わせられたらすごいことになるなっていう、すごいですね。うまい、あの2人は特にすごいうまいですけど、でもアダム・タカト選手が結構前半からゴール前に行って、でもそのゴール前で決定機作ってる時もすごいなんか余裕そうだなって思ってたら、やっぱりシュートが入りました。あれはでもなんか船木選手がうまくいいとこバンって後ろからボールつついて、で清武選手ワンタッチのアダム・タカト選手だったかな、すごい綺麗な落ち着いた先制点でした。岩田の選手は山田選手かな、もうなんかその結構最後の方は前半の最後の方はゴール前盛り上がってきたんですけど、前半はやっぱり足元抜けちゃったり、セレッソの攻めに止めるの必死みたいな感じだったんですけど、渋谷監督後半はどんな感じで持ってくるか楽しみですね。あとね、あれだ、またこれもセレッソの選手になっちゃうんですけど、なんか急に進藤選手が前半の後半の方からすごい急に目立ち出した、なんか足元ボンボンってやったり、多分後ろの選手ですよね、なんか前に思いっきり攻撃にも出てこれるし、あとめちゃめちゃ足速い。ちょっとこのまま行くと岩田さんが18位キープ独占になっちゃうので、後半1点入るといいなと願ってます。では後半に続く。あのコーチさん元気でいいですよね、めちゃめちゃ覚えてる。ということで、無事新幹線に
けであります。日帰り遠征は試合と同じぐらい、この最終ではないかな、でも今日は新幹線に乗って無事に帰れるかという私の最後の戦いですいや、泊まってもよかったんですけど、私明日2試合現地あるんですよ、あるんですよっていうか行くんですよ。だから一応帰んないと明日行けなくて、はい、ということで後半は岩田さんが、あの柏戦の時もそうだったんですよ、前半2点取られて後半で2点返してというのの同じく、今日も2点先制されましたが後半2点、まあ、1個はオンゴールだったんですけど、まあ、プレッシャーあってのオールゴール、オールゴーン、ん、オンゴールだと思うので引き分けでした。テレゾさんも後半やっぱりうわうまいわって思うシーンたくさんありましたが、後半はやっぱジュビロさんもすごく頑張って、1点入ったらさらに頑張って、どん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 後半に行くにつれて選手たちも会場のボルテージももうマックスに上がってって、決定機もたくさんあってすごい面白い試合だったです。うん、結構選手の入れ替えもあって、セレッソさんもあのマイクマ選手とか、鈴木選手とかいつものスタメンのメンバーにコロ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 変えてって、うん、でもやっぱ最後まで絶対に俺たちが勝つぞって力強く走り回ってた金子選手は、スプリントも走行キロ数、うん、走行距離かもうセレッソ岩田通して1位でしたからね、一人勝ちで。やっぱああいう姿勢はチームにとっても活力になるし大事だなって思います。遠征組、私も遠征組なんですけど、大阪から来てくださった皆さん、岩田は近いのか、地元だと、あれホームだから近いか、はい、遠征組の皆さんお疲れ様でした。そしてなんと私は残りホームスタジアムあと一つになりましたということで、やべえさん、スタジアムあと一つになりました、ご連絡お待ちしてますということで本日も熱い試合を